はい、こんにちは。レクセン任講師の矢島です、えー。本日はですね、試験の合格に必要な重要基本知識をまあ身につけるためのですね、えー、矢島の即習インプット講座のちょっとサンプル講義をしたいと思ってます。で使うテキストはですね、えー、こちらの、えー、矢島の体系性テキスト2018というねものの、まあ、一部で、まあ、憲法の、ね、ものを使っていきますので、どうぞよろしくお願いします。でまずあの、このテキストの1ページ目のところなんですけれども、あの私のテキストはですね、まあ、試験の,あの,、まあそのね、合格に必要な重要度に応じて、ちょっと記号をね、 えつけていますで大雑把に言うと一番大事なものに関しては、まあ、丸の印がついてましてでその一つ、ねえー、ちょっとこう重要度が落ちるものに関してはひし形のマークがついてますでさらにこう重要度が落ちるものに関しては三角がついていてでさらに重要度が落ちるものに関しては特にこう記号をつけていないと、まあ、そういう形でね、えー、なってますね。であとあの同じ丸の中でもねあの黒,、まあ、黒塗りになってるものとあの黒塗りになってないものとかがあるんですけど黒塗りになってるものはあの結構こう、えー、論文試験の答案でね結構こう規範として 書いたり記号や効果としてこう書いたりするようなところなんで、まあ復習の時にちゃんとこう理解してあの端に書けるように記憶しなければいけないところですね。まあそういうところはあの黒丸についてます。で、えー、その黒同じ丸でも黒くなってない白塗りのね白抜きの丸のところは、そこはあの復習の時にこうテキストを読んでもらってあこういうことが書いてあるなっていう形でまあ理解をねする程度のまあ復習をしておいてもらえると、まあ結局その黒を塗りのね、えー、ところを端に書くような時にちょっとこう深みのあるね端が書けるようになりと、えー、な。 というよう,なそう,いうようなので記号をつけてますね、えー、なんで最終的にちゃんとあのしっかり理解と記憶をして覚えておかなければいけないところは、まあ、黒丸のところになってきますね。であとはその同じような形で四形とか三角のものに関してもあの黒で塗ってるものと塗ってないものとか、まあ、あるんですけど、まあ、まずやはりこう。 試験の科目非常に多いですからあそのね、えー、やるべきことをやっぱりこうしっかりとね、えー、絞り込んであのやっていかないとこうなかなかこう試験科目全体が身につ,あの身につくことができませんのでね、まあ、そういうわけで、えー、まずは徹底してその黒丸と白丸のところの復習をね、えー、やってもらってであとはあの各自箇所分時間に応じて四、まあ、型あさらにはまあ余裕がもっと余裕があればね三角っていう形で徐々に徐々にねあの可能な範囲で手を広げていってもらえればと思いますね。 という形で、まあ、あのこう目的意識を持ってね、えー、それであのおこの学習してもらえると、まあ、結構こう短い時間であの効率よくね、えー、その科目を得意にすることができると思ってますのでね、まあ、そんな感じで一つよろしくお願いします。えー、じゃあ、えー、中身の方入っていきましょうで。このサンプルテキストはですね え今回その私の,この実際のえ有料講座の方で使っているテキストでは約あの300ページぐらいの憲法に関しては300ページぐらいのまあテキストなんですけどまあ今回その一部をちょっとこう抜粋しましてねまあ序章のところとあとその憲法の中身のところであの法の下の平等のところですねまあそこのおところをちょっとこう見ていきますあとまあこのおサンプル講義ではちょっとこうえ判例ちょっとおこれ全部ね結構ちょっと法の下の平等のところでも結構な数の判例をねこのテキストに載せてあるんですけどまあ今日はちょっと時間の都合でえ特にこう重要な意見 判決に関するものをね、えー、そこのちょっと判例をいくつか後であのピックアップしてご紹介していきたいと思っております。えー、じゃあまず、ね、ちょっと中身に入る前にこの序章のところをね、えー、見ていってほしいんですけども、2ページ。 まず、ね、えー、憲法のこう格論の中身の方を入る前に、ねちょっとこう、このところでこん憲法のちょっと全体的な話をしておきます。まず、この一番最初、2ページの一番上のブロックのところですけども、えー、憲法の基本的な思考方法というところですね、まあ、憲法っていうのは、まあ、結局、何をやる科目なのかっていうと、その人権を、ね、制約する、まあ、法令とか、あるいはその法令に基づくその処分ですね、えー、そういったものの、まあ、憲法適合性、合憲性を、まあ、考えていく、そういう科目です。で そういうものに関しまして、えー、この、ね、1行目のところですけど、法令や処分の合計性を検討するにあたって、ま,あ、まずね、えー、問題となっている法令や処分がどのような権利をどのように制約しているのかをまずね、確定、えー、実際、答案書くときにあの、憲法の答案を、ね、書くときにこういうふうにまあ考えていくんですけどね、問題となっている法令や処分が、えー、まずね、どのような権利をどのようにまあ制約しているのかっていうのをまあ確定していきますね。えー、でこのの…次に、ね、その制約されている権利ですね。例えば、あそのお 行動で、ねえー、そのデモ行進をする自由というのが、まあ、ある、ね、その法令によって、えー、条例も含めてそういう法令によってあるいは不許可処分とかそういう処分によって、まあ、制約されてるっていうことが確定されましたらじゃそれが憲法上ね、えーまあ、保障されてるのか、まあ、何条で保障されてるのかあっていうところね、まあ、デモ行進の自由とかだと実際は、まあ、21条の1項なんかに、ね、根拠付けて、まあ、保障されてるってことを、まあ、論証。 していくんですけども、えー、そういうい、ね、い憲法上保障されているかって否かっていいのを確定していきます、ね、でこの2つが確定されて、まあ、初めてこの憲法問題人権問題っていうのが出てくるんだというようなことがこれ実はあの司法試験の調査委員があのこう毎年発表してるあの採点実感というものをねちょっと一部抜粋なんですけど、まあ、まずはそのね憲法の答案確認にあたっては、まあ、問題となっている法令や処分がねどのような権利をどういう形でまあ制約しているのかあでそれが憲法上保障されているのかそこから先ねそこを確定して から、その先が憲法論なんだということを言ってますね。で、実際憲法論のところで何をやるのかって言うとまあ、違憲審査基準等をね、えー、法令の違憲審査だったら、まあ違憲審査基準とか、その合憲審査のまあ、判断枠組みをまあ、定立しまして、えー、それでそのね。自分が定立した基準にその事案を適用して、まあ要はあいわゆる当てはめね。憲法のあの。 認定最低実家読んでると一時期当てはめっていう言葉をあのなんかこう数が形式的にね何かこう当てはめを、えー、その対立する人権とか比較考慮とかそういうのをしないまま。 まあなんか形式的に答えを出すのってのはよくないからで当てはめっていう言葉を使っている受験生に限ってそういうことをやっちゃってるからってことで、まあ、一時期ちょっと当てはめっていう言葉をこう毛嫌いしていたあ科目ではあるんですけど、まあ、ここではちょっと便宜上ねそういうものも含めてその規範に当てはめるっていう言葉はちょっとここではあのちょっと使わせてもらいますけれども、まあ、自分がね定理した基準にその事案をね、まあ、当てはめしてそれで合憲違憲っていう結論をね出していくということになってきます。で この時そのそ1個目のブロックの2段落目のところなんですけれども、まあ、人権制約のね合憲審査の判断枠組みのまあ大枠ですねまあ違憲審査基準のまあ大枠なんですけれども、まあ、制約される自由のね内容とか性質う例えばあのそれが表現の自由なのか経済の自由なのかとかねそういった形でまあ人権のその自由内容性質それからその制約の必要性の程度これはあの規制目的っていう形であのこう出てくることもありますね規制目的それからその制約の対応ですねその自由 いや人権に対対するそのの制約の対応単なる届出制なのかそれとも許可制なのかねえ届出制よりは許可制の方が制約の対応としては厳しいものになってきますけどもでそういうところをねまあ総合考慮しましてえそれで必要性と合理性が認められるかどうかっていうことをまあ審査していくえそ,うそういう比較考慮の基準というのがあります。 ただ、えー、この比較考慮の基準って非常にちょっとこう曖昧なところがありまして問題点があるんですね、えー、それでその次の補足のところになりますね最終的にはいろいろね皆さんが普段あの憲法で勉強してるいろんな意見審査基準皆さん知ってる方も多いと思うんですけどそういう意見審査基準の話になってくるんですけど、えー、まずそこに行く前にねこの補足のところなんですけども、まあ、今ねご紹介したこの比較考慮論というのは、まあ、具体的状況を踏まえて、えー、その対立する、ね、利益を考慮して妥当な結論を導き出そうとする点ではまあ優れているんですけどただあこの2行目のところ なんですけど、やっぱ比較の基準が必ずしも明確ではないところがあ,あってね。えー、それと、やっぱ個人の利益と、その全体の利益が比較考慮された場合に、どうしても個人の利益。というのが負けがちなんですよね。えー、まあ、例えば、この三行目、行政の中立的運営と、これに対する国民の信頼というのは、まあ、私の憲法の抗議の本体の方で、まあ、やりますね。公務員の政治活動の自由に対する制約が問題となっている、あの、サルフツ事件。なんかで、えー、その公務員の政治活動。を をですね、制約するその対立利益としてまあこう持ち出してきているものなんですけどねこの行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼でこういうまあちょっと全体の利益なみたいなものをこの対立利益で持ち出されてしまいますとどうしてもその個人の、ね、人権というのが軽視されがちだと、まあ、そういう え問題点がありますですのでこの、えー、5行目のところなんですけど非核行領論非核行領論まあ非の基準というのはじゃあどういうところで妥当するのかというと同じ程度に重要なね、えー、2つの利益を裁判所が仲介者として第三者的な立場で調整するときそういう場面に限定して使われるべきなんじゃないかまあ、そんなことが言われてますねまあ、例えば表現の自由を行使することによってまあ、反面その表現行為によって他者の,、ね、人あの名誉とかプライバシーが害される時がありますけどそういう時にその表現行為を裁判所がね 解散者的な立場仲介者的な立場からまあ差し止めすることができるのかとか、まあ、そういう時であれば比較行為の基準は使いやすいんじゃないかっていうそういう,、ねあのこうえー、考え方なんかも示されてるところでありますね、まあ、実際のこれは私の憲法の本体の講義であのまあ表現の自由とまあ名誉やプライバシーの対立が問題となったようなあの判例ねいろいろもあるんですけどそういうところで比較行為の基準なんかをね、えー、使ったりとか もしてますね、えー。まあ表現の自由とね、あの例えばプライバシーで一番まあ結構わりかし有名な事件としてあの石に泳ぐ魚事件とかっていうのもありますけどね。あれなんかをまあうまい具合にこう比較考慮の基準なんかをまあ使って、えー、処理をねしているところなんかもありますね。まあこれううはお湯やあの憲法のねあのこの抗議の本体の方でね、まああの徐々に徐々にまあやっていくことであります。まあ今ここはちょっと大雑把なね話を理解して言ってもらえればと思うんですよね。で、えー、そういう形でまあ比較考慮の基準ってねちょっとこうまあ今みたいにね曖昧なところがあってね、まあちょっと。 使われる場面が限定されているんじゃないか、そういうような指摘がされているところです。で、そこでこの最後のブロック、2ページの一番下のブロックですが、 目的主題審査という,、ね、いうものがありますでこれに関しましてはね、えー、その裁判所にまあ恣意的な、ねえー、その利益考慮というのを防止するために、まあ、精神的自由の規制立法はね経済的自由の規制立法よりもまあ厳格な基準で審査すべきだという、まあ、二重の基準論というのがありますけれども、まあ、それをまあ具体化する試みとしてね、まあ、規制の目的とねその目的達成手段にちょっとこう着目した審査方法なんですけれども規制の目的の重要度とかね規制の目的と目的達成手段と 関連性。 をですね、権利の性質やその規制の対応などに応じて厳格度を変化させて、まあ、審査するそういう目的手段審査といわれるその審査基準論というのが、ね、提唱をされてきておりますでこのあと2段落目で典型的にはっていうところですけどまず丸一ですね精神的自由などの重要な人権を制約する法令の意見審査をねするときは厳格審査基準で中身は次のページに書いてあります丸一丸二丸三って形でねで丸一のところが厳格審査基準なんですけどこれあとでご紹介しますけどねそれからまあ戻りまし して2ページの、ね、最後のブロックの2段落目二のところですね、まあ、経済的自由を経済的自由はちょっとこう規制目的でちょっと分けていくんですけど人の生命や、ね、健康に対する危険を防止する消極目的のために、ね、制約する法令の意見審査をする時は、まあ、実質的関連性の基準でこれちょうどねあの真ん中の基準一番厳しいのと一番緩やかな基準のね真ん中の基準ということで中間審査基準。 というふうに言われることもありますけど、まあ経済の自由で消極目的の場合はね、えー、このね自実質加熱の基準でこの、えー、経済の自由でなんか目的に応じてね、こう基準を使い分けるっていうのを規制目的に分論って言うんですけど、こうれあのまた憲法の本体の講義で、えー、経済の自由のところでまあやってきます。ここではちょっと大雑把な話をね、あのこうやって、えー、おいて理解をしてお。 え簡単に理解してておいてもらえればと思うんですけどね、まあ、実際規制目的に分のっていろいろ問題があるからそこ修正していったりとかするとかいろ、まあ、んな考え方ありますけどねそういうのはまた後で、えー、おいおいやってことになってきます。えー、それから 2ページの下から2行目で、丸三のところになりますけれども、まあ、今度はあの同じ経済の自由でも、そのね、経済的弱者の方とか、経済の調和の取れ,調和の取れた発展、まあ、そういうことをまあ目的に、そのね、規制するような立法に関しては、まあ、特にあのこういう立法に関してはね、経済政策的なことに関しては、やはりこう立法裁量をね、こう裁判所というのは尊重しなければいけないんだということで、あんまり厳しい基準で審査するべきではないんですよね、三権分立、まあ、要は司法とね、この立法の役割分担の問題にもなりますのでね。 一番緩やかな基準でやっていきますねそういうのはあの一番緩やかな基準のことを合理的関連性の基準なんていうふうにまあ言うこともありますあとで,であのおいおいねあのこの次のところなんですけど実際にはこういう単純なね、えー、この三つの目的図断審査の基準以外にも、えー、この三ページの一番上の一行目のところですけど他にもいろんな基準がありますまあ明確図現在の危険の基準とかね LRA あるいは厳格な合理性の基準とかあと明白の原則明白性の原則とか明白の原則って言われるものなんかいろいろ まあ,あるんですあとまあその他ね他にもいろいろあるんですけどそれはあの、まあ、憲法の講義を、ね、進めていく中で判例をご紹介しながら、まあ、一つ一つこう、ねえー、見ていくことにしましてここではとりあえず大雑把にに、ね、目的手段審査のまあ典型的なものを、ね、3つをちょっとこう、ね、ご紹介しております。 で具体的にはその下のところ3ページのね、○○○○○○○○○○○○○ですけど、この厳格審査基準に関しては、具体的にはその立法目的、規制目的ということもありますけどね、立法目的、規制目的に着目しまして、それがね、必要不可欠な利益を確保するためのものと言えるか、あるいはやむにやまれる利益ね、意味は一緒なんですけどね、必要不可欠な利益、やむにやまれる利益を確保するためのものと言えるのかどうかということを審査していきますね。その目的審審査査をクリアパスしましまたら次にに手段審査に行くんですけど もねえー、その当該規制手段がね規制立法が、えー、その目的達成のために必要最小限度の、ね、ものと言えるのかどうかというところを、ね、結構厳格に審査するそういう基準になってますね。えー まあ精神的自由なんかの時にね使うことがまあ多い基準です。えー、それから実質関連性の基準二のところですけれどもこれはね目的が重要といえるかどうかね規制目的とかあそのねえ立法目的が重要な利益を確保するためのものといえるのかどうかところを見てで今度ねえ手段審査のところではその目的と手段との間の関連性を見ていきますねで,ここで要求される関連関連連性性は実ですねえでその実質関連性っていうのはこの下の三の合理的関連性とは違ってまあ結構厳格な関連性 を要求していきますゆえにね、えー、具体的に憲法の答案、まあ、論文試験の答案なんかで書くときはこの自主的関連性のね、えー、この具体的な検討するにあたってはまその目的をね達成するためにこの手段を取ることについて、まあ、実効的と言えるかどうかで仮に実効的だとしても過剰な手段だとまずいんですよね行き過ぎた手段だとね、まあ、そんな感じで、まあ、結局手段の必要最小限度性をここでまあ まああの,丸一のものと同じような感じでね結局必要最小限度線見ていくことにはなっちゃうんですけどまあそういう形でね相当性のところ。 なんかもまあ見ていきますねただとと比べると若干あの厳格度がまあ緩和されてますただ、えー、そのね、えー、丸一の基準じゃないからじゃあ丸2丸は何でも特に丸何でもやりたい放題かっていうとそうじゃなくてやっぱりその手段の相当性っていうところは見ていくんですねあまりにこう過剰な手段目的達成のためにあまりに過剰な手段を取っちゃうとそれはやっぱ不当な人権制約だってことで意見、まあ、になっちゃうわけですね。まあ、具体的にはあのこのおいおいねこの憲法の抗議進んでいっていろんな各人権の場面でいろいろこう、えー、こういう基準とかそれに関連する基準が出てきますけど、まあ、そういうところでこうイメージを あとはあの秋からね毎年秋から開講している矢島の論文完成講座っていうところで、まあ、実際に事例問題をね、えー、使って、まあ、あの私の,私の、ねえー、作った解答例を使ってね、えー、それでこういう基準の具体的な使い方なんかをまあ勉強、ねえー、していくことに、えー、することもまあ可能になってます。 あと丸三のとこですけども合理的関連性の基準ですねこれあの立法裁量をね非常にまあ裁判所が尊重するときにまあ使う基準なんですけれどもまあその立法目的規制目的がね正当なものと言えるかどうか、えー、そしてその手段のところなんですけどその目的と手段とのまあ関連性ねこれがごまあ合理的な関連性があるかどうかってところを見ていきますで合理的な関連性っていうのはあのその丸二の実質関連性と比べるとかなりまあ緩やかで実質関連性というのはイメージ的に言うとその手段を取ることがね目的達成のためにこのその手段を取る ことがが特に意味があるっていうそんな感じのイメージでそれに対して合理的関連性の基準合理的関連性っていうのはその目的を達成するためにその手段を取ることに、まあ、一応意味があるっていう程度で、まあ、いいんですよね。まあ、反面その「○○」が使える場面っていうのは非常にね、えー、ちょっと気をつけなければいけなくてやっぱこう経済政策で特にこう積極目的みたいな感じで、えー、そのね立法政策立法裁量が非常に広い分野あで裁判所があまり三権分立の観点からやっぱ口出しすべきじゃないようなね、まあ、そういう場面に、まあ、限定して使っていきますね。で まあ実際これはあの私の講義ね憲法の,まあ本体講義の本体のの方でまあやってきますけど実質関連性の基準に対応するあの判例っていうのはねあの厳格な合理性の基準ってまあ言われてるものとまあ同じぐらいの厳格度なんですけどまあ経済の自由のところであの薬局の距離制限の意見判決なんかはえ厳格な合理性の基準を使ってるっていうふうに言われてるんですけどこれが大体実質関連性の基準に対応してるようなあの厳格度の当てはめをしてますね。それからえその小売市場のの事件判決まあ経済の自由 同じところでやっていきますけどあちら積極目的で、まあ、明白の原則と言われてる、ね、当該規制措置が著しく、まあ、不,合理じゃない不合理だないてことがもう明白じゃない限りその規制はねもう意見にしない合憲なんだっていうすごい緩やかな基準があるんですけどそれに対応してるのが合理的関連性の基準ですね。まあ立法裁判が非常に広くね認められる分野のところでそういう基準を使ってます。でまあ、どういういところで どういう場面でどれぐらいの厳格度の基準を使うのかっていうのはやっぱこの私のねこの憲法の行為全体を通じてね、まあ、一つ一つまあ勉強していくことにまあなっていきますね、まあ、そういうのをこうやっていくこういう事案だったらこういうね基準を使ってとかね、まあ、そんな感じで判例ご紹介しながらまあ勉強を深めてね、まあ、論文対策とこう担当対策を一緒にねできるような感じでもやってますね。 あと3ページの一番下のところですけど、えー、まあ立法事実と司法事実というあの言葉が憲法の答案を書くときにねちょっとこ,うこの言葉を知ってないといけないというところがありますね。で大雑把に言いますと立法事実っていうのはですねまあ3行目の途中のところから4行目のところにまあちょっと書いてあるところなんですけど立法の目的とかねその目的達成のための手段の合理性を支える社会的なね一般的な事実。本当にに簡単に言えば、まあ立 法を支える社会的事実ですね、まあ、それを、まあ、その立法事実とい,いうふうに言うんですけど法令の合憲審査をする時はその立法事実に照らしてその立法のね、まあ、必要性合理性なんかをまあ審査していくと、まあ、実際必要性合理性っていうのはすごく大雑把な言い方で、まあ、実際にはその上にねご紹介してるのは目的手段審査その問題となっている、まあ、人権とかあその他あのね考慮層着目して適切な基準を立てて、まあ、審査をするんですけど、まあ、そういう時にこの立法事実というところを着目してやっていきますね。 でその1 2行目ちょっと飛ばしてるところはあの立法事実に着目しないあの法令の意見審査があるんですけどそれ文面審査って言いますね、まあ、検閲とかあと,あとあの明確性の原則ねあの、えー、通常の通常の 判断能力を有する一般人の、ね、理解において、まあ、その処罰される時と処罰されない時が、まあ、判断可能かどうかっていうそういうまあ基準で見ていくんですけどあれってその立法事実関係なしにその規制立法の文言だけを見てね、えー、それでそのちょっとこう過度な制約かどうかところは見る基準があるんですけど、まあ、それ以外の場合はその法令意見の審審査査をすするときは立立法法実にに着目ししててての,立法の必要性合理ななんかをまあ審査していくことになってきま文面無効の話はねまたあの講義が進んでいくとあのその表現の自由とかそういう場面のところでまあやっていくことになってきますね私の抗議ですとね。今日はまあちょっと ところのところはやりませんけどね。それから最後の司法事実というところなんですけども、えー、これはね、あのこのブロックの下からまあ三行目。 えのところですけども、まあ、裁判所がねその処分の合憲審査法令ではなくてねその処分の合憲審査をする時にね、えー、まあ当該事件に関する個別具体的な事実を確定して、えー、それで合憲審査するんですけどそういうね、えー、当該事件の個別具体的な事実それを司法事実という風に言ってきますで判例を読んでいくとあの法令意見が問題となっている判例はやっぱり一方事実に着目してるし処分意見が問題となっている判例ではやっぱ司法事実着目してるんですよで慣れないうちは、まあ、ちょっとあまり違いが分かんない,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 い とは思うんですけど、だん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 慣れてくると、その、このね、インプットの講義の中でも、まあ、判例読んでいくとね。あ、これは立法事実だなとか、あ、これは司法事実だなっていうところが、まあ、分かってきますね。で、最終的に、まあ、秋からね、あの、矢島の論文完成講座で、あの、論文の勉強される方は、まあ、そこをちゃんと、あの、事案に応じてね、使い分けて。あの、行くことにはなってきますけど、まあ、そんな感じで、まあ、あのね、立法事実、所持事実との最終的に、あの、ちゃんとね、分かるようにして、言ってもらえればいいですね。まあ、急にちょっと分かるというのは難しいからね。まあ、あの、今すぐ分かろうとしなくてもいいですけど、この行為をね、えー、聞き終わる頃には、そのね、イメージが。 やめてもらえるとは思いますね。さて、では今日はね。これちょっとこれで序章を終わりにしまして、えー、今度ね。このテキスト、ちょっと何ページかペラペラめくっていってもらいますと。と、えー、法のもの平等っていうね、えー、ところがあります。52ページですね、えー、第4章法のもの平等ですね。まあ、ここのところからちょっとね。えー 説明を続ききしていきたいと思ってますねで後であのちょっとこう判例をねこういくつか載せてるんですけどそのうちの一部ね今日はちょっとこう全部やりませんけどちょっとお意見判決でいくつか有名なやつがありますので、まあ、そこをちょっとご紹介したところで、まあ、今日は終わりにしようと思ってます。でその判例行く前にちょっとね、えー、その手前のところですけれども52ページの縦一の総論というところをね見てください。で矢印のところですけどね、まあ、歴史的に見ていきますと、まあ、アメリカの独立宣言とかフランスのまあ人権宣言に遡るんですが。 2行目でね個人の尊重や自由権と不可分のものとしてね公権力による不平等な取り扱いを禁止するそういう平等原則っていうのが発展してきたんですよ。でその平等原則というものが要は公権力から平等に取り扱われる権利なんだっていう形で平等権という形にまたこう発展してきたということになってきます。ということになってきます。まあ平等原則と平等権あまり試験との関係ではそんなに厳密に使い分けなくてもいいんですけどね、まあ、そういう形で平等原則平等権という、ね、概念があります。 で、えー、2個目のブロック52ページの2つ目のねブロックのところですけどこれでが日本国憲法14条1項にね、えー、平等原則が現れてますまずね、えー、1行目のとこですが憲法14条1項はすべて国民は法の,に平法のもとに平等であってここが平等原則っていう,うに言われてますねでその後人種信条性別社会的部分または文知により政治的経済的社会的関係において、まあ、差別されないんだっていうことねでこの3行目のとこですがこの規定の前段はね平等原則を定めで後段は一定の自由により不合理な差別をされない権利としてまあ 平等権が保障されていることを表したというふうにね分析する見解がありますね。ただまあ普段あまりこの平等原則なのか平等権なのかってあのそんなにこうね、えー、厳密に区別しないでもまあ大丈夫です。要はあの十四条一項に違反して違憲になるかどうかという話だけの話ですのでね、そういう点ではまあ共通していますのでね。 ここの次の次ところですけどただねあの論文試験では平等原則っていうものの見方をしておくとすごくねあの答案書きやすすくなりますね、えーまあ、ちょっと見ていきますとね、えー、平等原則は法律行為か事実行為かを問わずねまた憲法上保障されてる権利についてはもちろんなんですけど憲法上の権利として保障されてないそういう事柄でありましても要はね公権力がなななくんんかね不平等に扱っちゃいけないけですよこういう憲法上の人権として認められていないようなものについても公権力がゆえなくその差別をする、えー、不合理な 差別をすることを禁止するのが、これが平等原則のいいところなんですよね。まあ、で答案で書くときのやっぱ実益でもあるんですよ。明確に憲法で、もちろん、あの憲法で保障されている権利に関して、まあ、あの差別があればね。もちろん平等原則違反の問題になりますけど。でも憲法上明確に保障されていない、えー、権利であってもね、えー、それに関して公権力が言えなく、差別的な扱いをすると平等原則違反のまあ問題が出てきましたが、特にそういう時にね、えー、この平等原則違反の実益っていうのがまあ出てきますね。 でそんな感じでこの3つ目のブロックの4行目の途中のところですけれどもその差別的な取り扱いがね14条が保障するね平等原則に違反して違憲だっていう主張ができるんですけど答案では実際こういうような形でね何かこう事実関係事案を見て何か不平等に扱われてるなっていうことになったら、まあ、そういう不平等な取り扱いが平等原則に違反して憲法14条に違反して違憲なんだそんな感じで、まあ、主張をね展開していくことになってきますね。 まあそんな感じのところですで関連問題は司法試験の論文試験ではあ25年27年なんかに出てますね。あでちなみにあのこの今ねこのサンプルテキストはあの平成30年の4月20日付で作ってるんですよ。まあ、1ページ目のところにちょっと日付書いてあるんですけどね。でこのサンプル講義の,あの,この収録もまだ平成30年度の,あの司法試験5月のね、えー、にある司法試験の前に収録してます。で実際あのこの講義は、ねその 生成せい三十年の司法試験が終わった後にやるんですけど、司法試験で出た問題に関連するものに関してはあのテキストに全部ねあのその有料講座で6月からスタートしますけどそれまでにあの全部入れておきますだからこれちょっとあの実際のあの講義で使うテキストとはちょっと違いますねあのちょっとこう、えー、この後ね試験が、えー、あともう数一二週間後ぐらいにちょっとこう試験があるんですけどねそれを踏まえてあと予備試験なの,の担当試験がね5月の20日にありますけど司法試,試験の最終日にありますけどまあそういうところもちょっと踏まえてねまあ試験 出そうなところをもう一回改めて整理し直してねそれで実際の有料講義でやりますのでまあ本当あくまでもこれサンプルテキストということでね一つご理解いただければと思います。さてでですね え52ページの今の鈴木ですね。今3つ目のブロックのところまで行きました。で4つ目のブロックね2行ぐらいのところですけども、えー、その14条1項、公、え、団、ー、に列挙された自由はあの臨時列挙と言われてますね。限定列挙じゃなくて臨時列挙というふうに言われてます。ですので、まあ平等原則が及ぶ事項はねこれだけに限られる趣旨ではないということね。ただ一応この臨時されてるその。 名分のね、えー、そのちょっとこう列挙自由っていうのは結構大事なものなんでちょっと見ていきますとねで特にあの試験との関係で重要さのものに関してはまず人種ですね、えー、これは本来はね皮膚毛髪目、えー、体型など身体的特徴によって区別される、まあ、人類学上の種類で国籍とは関係ないんですよだからあのよくねこう引っかか,かっちゃ担当試験で引っかかっちゃったりする時が、えー、あるとちょっと嫌だなと思うんですけどその人種による憲法は人種による差別を禁止してますけど国籍による差別はあの明示的にはねあの禁止はしておりません、えーまああ 横断の列挙自由にはね。国籍は入ってません。人種は入ってますけどね。 それから信条ですけども信条とはね本来は宗教上の信仰を意味する概念だったんですが、まあ、今日では広くね宗教観や人生観政治的意見などを含めて、まあ、結構広いんですね、まあ、個人が内心において信じる事柄というふうにまあ考えられてますね。で次の段落下から2行目のところですが外部的な行為に着目したそのね別意の扱いっていうのはまあ信条による差別じゃないんだけどただ真のねらいがね結局信条を理由にするものだっていうことになればそれは信条による差別だという声形で認定 これ後とでまあやるんですけどその14条1項講談の列強自由に関する差別はね特に厳格に審査しようっていう発想があるんですよこれまた後でやりますけどね、まあ、そういう形でちょっと意見審査基準の厳格度にちょっと影響することですのでね、まあ、列強自由に当たるのか当たらないのかっていうところは結構ね大事な問題になってますね。 それから次のページであの社会的身分のところですけども、まあ、社会的身分の意義につきましてはね判例は、まあ、人が社会において一時的ではなくね継続的に占める地というふうに言ってますねで実際の高齢であることが社会的身分なのかどうかというのがちょっと問題になったあの判例がこれなんですけども、まあ、この次の、えー、3行目ですね、えー、同判例は高齢であることは社会的身分にあたらないとただね、えー、14条1項公談というのは礼事、えー、列挙ですので、まあ、社会的身分にあたらない事柄だって、まあ、それが不合理な差別ということであればね、まあ病 平等原則違反の問題が生ずるんだとで、まあ、町長が町職員のね余剰を要はあの人員が余っちゃってるからね人員整理ですね、えー、それをするにあたって高齢であることだけをまあ基準にすると、まあ、別途ね、えー、平等原則違反の問題、まあ、実際にそれが合憲違憲かっていうのはねその審査基準のあ当てはめとの関係でまあ決まってくるんですけど、まあ、理論的に言うとでもこのね平等原則違反の問題、まあ、実際にそれで平等原則違反で違憲になるかどうかっていうのはちょっと置いとくとしてでも理論的には平等原則違反の問題にはなってくるって話ですね。こ、まあ、こんな感じのととろがねちょっとこう担当し で問われてましたねあのこの下のところちょっと担当試験のね番号を、まあ、ちょっと平成30年のやつ先ほど言った通りまだあの試験がこの今収録している段階ではありませんのでね30年の試験が終わったらまた30年の担当の情報論文の情報なんかも入れてきますけど、まあ、とりあえずね現段階では24年と27年にちょっと担当でね出題されておりますね。 で、この次のところ、平成二十七年の司法試験の採点時間、ちょっと抜粋しておきました。えー、採点時間っていうのは、試験、公債員がね、試験が、あの論文試験、司法試験の論文試験が終わった後に。まあ、要は、あの、いい答案と悪い答案がどんなの、なのかっていうの、を毎年毎年、将来の受験生のために、まあ、いろいろ、こう、教えてくれてるんですけどね。まあ、それの、まあ、一部の抜粋なんですけど、えー、平等違反の問題を検討。 すするるるるるににあああたってはね何による差別のの問題であるのかをきちんとと指摘検討する必要があると本問で言えばね、えー、憲法14条1項講談の列挙自である心情にる差別ではないかという点だってことねまあ、これによってあの審査基準の厳格度に影響するううううことになるね影響する可能性がありますのでね、まあ、そういうところをちゃんと見ていかないといけないんですよと、えー、いうことがね交際委員から将来の受験生に向けてこうねちょっとアドバイスがされてましたね。 あとはこの下のところですけども、えー、平等に関するその他の条文でね、まあ、14条2項これはの貴族とか家族の、まあ、禁止ですね、まあ、こういうのを認めちゃうと、ね、平等法の意味がなくなっちゃいますからね、えー、それから14条3項、まあ、あのその特権付与の禁止ですね栄誉、えー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 、とかね勲章とか、まあ、その他栄典の自由に関してはいかなる特権もと思わないとあとそれがね一大限りで効力有するんだって話ね。であのー 文化勲章を受賞した人に、まあ、ち,ょっとこうちょっとした年金をね実際日本とていうのはこう出してるんでこれがこの14条3項が禁止してる特権に当たるのかっていうのは一つ問題になるんですけど結論としてはそれやってて現在合憲的にまあ取り扱われてるんですよねでその合憲の理由の説明の仕方としてはこの、えー、線引いてあるところなんですけどね4行目、まあ、民主主義のもとにおいて功労に報いるための常識的な言動にとどまる限りね、まあ、本条の特権要は禁止されてる14条3項が禁止してる特権に当たらないというふうに説明するのが一つのまあ方法ですね。 まあこの辺のところはまあ白抜きのねこの三角でまあ,あの余裕があれば押さえておいてもらえればと担当試験であ出ますけどねとりあえずほかに大事なことがいっぱいあるんでその優先順位をつけてねえとりあえず三角ぐらいにしておきますまあ丸のところをまず完璧にね押さえて余裕が出てきたら4型やってさらに余裕があったら最後三角って形でとにかく効率よくね大事なところを全角回していこうがねあのこういい合格しやすいあの感じになりますのでねまあ効率よく勉強していってもらえればと思いますねでこの下の憲法24条これもねあのちょっと今日平等絡みのね、えー 問題条文なんですよ、えー、こちらの方はね、えー、憲法24条は夫の妻に対するさまざまな優越権を認めてきた戦前の家,家制度ね、えー、それを解体して個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく、ね、新たな家族像それを実現しようとするし要は、えー、家族とかその夫婦に関する平等は、まあ、14条のほかに別途ね24条でもまあ規定されているということになってます。 例えばその24条1項ですけどね、えー、婚姻は両性の合意の意味に基づいて成立しでこれ、ね、夫婦が同等の権利ということで、まあ、夫婦の平等がここで定められてますよね夫婦が同等の権利を有することを基本とし、まあ、相互の協力により維持されなければならないとしてね婚姻生活における基本原則を定めてますねあと24条2項ですね、まあ、これは家族に関するまあ平等なんですけどね、えー、24条2項は配偶者の選択相続住居の選定離婚婚姻あとほらこう、ね、家族、えー、および家族に関,するその他事項に関しては法律は個人の尊厳 両性の本質的平等に立脚して制定されなければいけないということで、まあ、家族生活における立法に関する基本原則ね定めてますというわけで平等っていうのは14条だけじゃなくて家族とか夫婦に関するものに関しては24条でね別途、えー、規定しているわけですねでちなみにあの後でね判例を平等原則違反が問題となった判例をご紹介するんですけど68ページをちょっと先にちょっと今,今だけ見ちゃいましょうかあの14条のほか24条の2項がね問題となってる。 ですけど審査基準は同じなんでまああの別にねあの答案の時にそんなに心配し答案書く時にそんなに心配しなくていいんですけどねまあ例えば六十八ページね、えー、これはあの 女子の、ね、再婚禁止に関して、あの、もともと、まあ、あの、6ヶ月の再婚禁止期間設けてたんですけど、この判決きっかけにね、これで部分意見判決が出まして、この判決きっかけに、まあ、ちょっとこう、民法のね、再婚禁止期間が短縮、まあ、6ヶ月から100日に短縮されたっていうまあ経緯が、えー、ありますけど、このはね、68ページの1個目のブロックのところですね、平成27年大法廷判決の概要っていうブロックのところで、まあ、下から4行目から見ちゃいましょうか、あの、このね、100日超過部分がちょっと太字になってますけど、100日 超過部分が憲法24条2項って形でね24条2項にいう両政の本質的平等に一脚したものでなく,くなっていたことは明らかであり上記当時において同部分はほら憲法14条1項にもね ににに違違反反すするるととともも条項だから、家族絡み、えー、夫婦絡みに関するね、えー、家族や夫婦絡みに関するその平等原則というのは14条の他に,まあに、えー、この24条もまあ使われるんだということね。ただ、審査基準はまあ一緒なんで、まあ、別に、あの、えー、その答案の時書くときにまあ心配しなくていいです。えー、そこのところ、なんか別にわざわざ別の基準立てなければいけないのかというと、そういうわけではなくてね、まあ、同じ基準でまあ一緒にやっていくという感じで、まあ、家族関係とか夫婦関係に関する平等は14条の他にまあこのね、24条なんかを使うこともあるんですよ、ということで 形でまあざっくりね押さえていってもらってあとはまあ判例勉強しながらねそのちょっと感覚を身につけていってもらえればと思うんですよね。まあ、でちょっとまたさっきのところ戻っていきますね。えー、今あの53ページのね、えー、ところね53ページの一番下のところがまあ終わりました。で今度次ですね。 54ページ法のもと、えー、の元の平等の法の元にっていう意義なんですけども、まあ、内容が不平等な、えー、このね法律をいくらまあ平等に適用してもやっぱり平等は実現できませんので、えー、ここでねえば単にね法適用の平等を意味するのではなくて、えー、その法内容の平等ねそれを含むというふうに考えられてますね。ここうした見解からはは行目のののとろですけど、えー、法法の元の平等における法はね憲法 を意味し要はももう法のもう憲法のとに平等なんだと憲法14条に違反するようなもう立法は作っちゃいけないんだっていうねそういうふうに考えていくんですけど、まあ、法はね憲法多い意味しね憲法のもとに平等で行政権証券だけでなく立法権も拘束して立法府はね憲法に従って平等な内容の立法をねすることがまあ必要になってくるんだとまあ、そんな感じのところになってきますね。 まあとは担当知識でねこの下立法者を拘束しないまあ立法者非拘束説っていうのもあるんだけどまあ今こういうあの発想はねあの一般的な見解ではありませんね、まあ、戦前のこのドイツなんかねえ形式的法治主義なんかをまあ取っていたえ時代なんかはね国なんかはえこのね平等原則というのは法適用の平等だけを意味するんだということで法内容の平等は求められていないということね、まあ、戦後はあのこのねえドイツの方もその法内容の平等を見るようになってるんですけどね、まあ、戦前はこういう形でえ形式的法治主義をドイツは取って ということになってますさてで今度55ページですね、えー、平等の意義の方行きましょう平等の意義というところですね縦三平等の意義でまずね括弧絶対的平等と相対的平等という言葉がありますのでまあ意味をねざっくり押さえていきます、えー、矢印のところですが、えー、平等とは事実上の際に着目せずにね絶対的機械的に平等に取り扱うまあそういう絶対的平等を意味するのではなくてまあ 憲法日本国憲法のもとにおける,の元における、ね、平等というのはこの2行目の途中です、えー、同一事情同一条件では平等に取り扱うという相対的平等ね、えー、それをまあ意味しておりますね、えー、ですので事実上の際に着目した合理的なまあ区別差別であれば、まあ、14条が禁止する差別に当たらないので、えー、14条、ね、法のものの平等には違反しないということになってきますねで、えー、そのどんなあそのね、えー、ある区別がじゃあそれが合理的なものとして、まあ、憲法に違反しないかどうかっていうのは後で、えー、そのね、えーまあ、審査基準 の話の中で、ね、どういうふうに判断するのかというのはやっていきますね。あと次のブロックのところですけど、えー、2個目のブロックですね。えー、平等等等のの意義を表すししいいものは等しく扱いあと今度逆にね等しくないものはそれはやっぱね等しくなく扱わなければいけないんですけどこれが平等の格言なんですよね。等しいものは等しく扱い等しくないものはねやっぱそれに応じて等しくなく扱う、まあ、それが、えー、その相対的平等をね表しているというふうにまあ言われてますね。 まあ平等原則のその2行目の途中のところですけどねえ平等原則違反の典型っていうのはまあ等しいものを等しく扱わないという意味でいや同じなのに違うように扱っちゃうのが典型的な平等原則違反なんですけどただえこの次のところにあるようにねまああ 平等原則って条条にありますけどそののの手前の13条のところで個人のの尊厳っていうのがあるんですよですので法の元の平等もやっぱりその個人のね、えー、尊厳の、まあ、趣旨を取り入れてるというふうには言われてますですので、まあ、3行目の途中から4行目にかけてですが個人の尊重を基礎とする平等原則にはね、まあ、等しくないものは等しくなく扱うという要請も含まれているため、まあ、違いがあるにもかかわらず今度逆にその違いに着目しないで同一に扱っちゃうっていうのもそれもね別途。 平等原則違反の問題になるんですよでこの今の話はちゃんと勉強しないと多分なかなかこうねわからないことだと思うのでこういうところはちゃんと押さえておかないといけないわけですね。 で実際、まあ、この下あの司法試験の平成27年の取材の市の一部、まあ、ちょっとこう抜粋、えー、してるんですけれどもこの2つの意味の平等がね一緒に聞かれてるも問題なんですよねだから典型的な平等をね、えー、なんか同じなのに違うように扱われたっていう典型的な平等の問題だけじゃなくて、まあ、違うのにその違いに着目せずに同じように扱われたことも平等原則違反の問題になるんだっていうことがちょっとこう発想の中にないとね、まあ、ちょっとこう論文試験の時に,、えー、論,に論点に気づけなくなっちゃうっていうねお、えー、れがあります、まあ、この中身はねあの読んでも問題文が な,ないのにねちょっと趣旨や実感を、まあ、読んでも分かりづらいところがあるんでねちょっと結構これ事例,事例のことが書いてあるんでこれだけ読んでも分かりづらいと思いますのでまあ機会があればねあの秋から開校する矢島の論文完成講座あーかなんかでね、まあ、ちょっとこういう問題と解いてみたりとかあと各自ねまあ,あの何か過去問に触れる機会があるでしょうからまあそういう時にちょっとこうね過去問見ながら勉強してもらえればと思いますね。 さて、で、過去に実質的平等、これはね、あの担当対策ですね。あの論文試験では、まあ、通常これ、出ないと思うんですけどね。まあ、担当試験の方で、憲法十四条はね、福祉国家の下で、国家が格差を。 積極的に是正するという実質的平等、えー、そういうね実質、えー、平等の要請を含んでるというふうに言われてます。ただ実際にじゃあ十四条根拠に実質的平等を実現できるかというと、それはやっぱその社会保障、お社会権のね問題としてまあやっていくべきことなんで、えー、その十四条は要請はしてるんだけど十四条根拠に請求はできないんだとそういう発想をですね。国家にその実質平等を義務付けることはできないというふうに言われてます。この流れが分かっていると担当試験ね、えー、が解けますのでね。まあこれはあの三角でまあ担当 対策不要ぐらいににししててておこうとと思っっままますすねさてで、ま、たちょっと話を本筋にまあ戻します相対的平等ねそこがまあ一番大事なんですけれども、えーまあ、結局ですね、えー、あるねその区別、えー、差別それが憲法14条に違反するかどうかそれは結局合理的な区別と言えるかどうかとうところを、まあ、あ判断するんですけどその、ねえー、区別の合理性をどう審査するのかに関しては56ページですねここが意見審査基準論の話になってきます。でここでは えー、56ページでいいて、まずね、判例の判断枠組みですね、判例,判例の審査基準、えー、それから57ページで学説の判断枠組み、まあ、審査基準。で、えー、58ページのところで、えー、これ、あのまた、えー、その司法試験のね平成27年の取材の指導あと試験交際員の採点時間、ちょっと抜粋、えー、したんですけれども、そのお判例と学説、どういう形で、まあ、抑えていけばいいのかというところを、ちょっとここでね、最後、えー、まとめていこうと思ってますね。で、結論からすると、あのまあ、58ページのところなんですけど、あの 憲法の試験というのは、まあ、まず、ね、大体大ざっくり大ざっぱに言えば原告の立場あるその法令とか処分が違憲だというふうに主張する人の立場とそれが合憲だという公権力側の立場の人と最後自分の見解という形で、まあ、要は3者の立場で、えー、答案書くんですけどその3者とも全てが、ね、今までの,その司法試験の取材の人とか採点時間を見ていくと全てがちゃんと判例とか主要な学説を知っていることが前提なんだというふうに書かれているんですよ。だから、まあ 憲法の答案でやっぱいい点,点数を取ろうと思うと判例だけじゃなくて学説、主要な学説ね学でも細かい学説は知ってる必要はありませんけど主要な学説はまあ知っておく必要があるんですね。まあ、そんな感じの話なんですけどね、でちょっとまず憲法のちょっと判断枠組みをしっかり見ていきましょうか、56ページのところになりますね。 まあ最高裁判判例の判断枠というところですで矢印のところですけども最高裁昭和48年のね存続殺の違憲判決以来差別的な取り扱いを規定する法令が不合理な差別として憲法14条1項に違反するかを合憲審査する際はね差別的取り扱い をする立法の合理的根拠のもまを、あ、立法目的の正当性と,、ね、あとその目的達成手段の合理性を審査して、ねえーでえー、その、ね、目的の正当性とその達成手段との間に合理的関連性要はまあ目的と手段との間に合理的な関連性があるかどうかということを、ねまあ、審査して、えー、それが認められれば14、ね、条、えー、に違反しないというそういう、ね、合理性の基準と言われているもので、まあ、審査しているというふうにまあ分析されているんですね。 ただ最も、えー、最近の判例は、ね、後でまあご紹介しますけど、えー、差別的規定に合理性があるかについて、まあ、事柄の性質を十分に考慮して判断する、まあ、そういう傾向にあります。でこの次の2個目のブロックのところですけども、えー、最高裁も、ね、憲法14条1項の合憲審査基準の判断枠組み判断枠組みというのは違憲審査基準のことですけどね、まあ、判断枠組みにつきまして、まあ、法的取扱いの違い ののの合理性をを、ね、審査すするとということをのみを示すのみ示でそうなんですね14条の,あの、ね、問題では最高裁の離れってずっとあの合理性その区別に合理性があるかどうかあっていう形で合理性っていうあのこの、ね、表現をずっとしてきてるんですよ、まあ、合理性を審査するということのみを示すのみで目的の正当性と手段の合理性をどの程度まで検証して審査するのかを明示してこなかったこれはさっき序章のところでご紹介した目的手段審査でいうと、まあ、3つ厳格度のね違う,こう基準があってでそれぞれまあやっぱり この審査密度といううのがねね、えー、違うわけなんですよ、ねえー、特にほら一番緩やかなあの合理的関連の基準っていうのは立法裁量をこう裁判所がまあ尊重するわけなんであまりこう厳密には審査しないんですよね逆にまあ一番厳しい厳格な審査基準であればちゃんとその、ねえー、目的と手段のところをしっかりとまあ審査して、えー、本当にね、えー、その ある人権を制約する立法が本当に憲法的に有されるのかどうかということをしっかり憲あのこの、ね、裁判所が立ち入って、ね、判断をすることになってくるんですけどね、えーまあ、そういう形で、えー、目的地の審査というのがあるんだけどでもこの平等原則の場面ではねなんかとにかくまあ合理性の基準っていうもので全部全て処理しちゃってるからどの程度ね、えー、まだ、えー、手段その合理性審査をするのかってことが明らかになってこなかったんだそういう指摘があのこの、ねえー、されております。 でこの点について、この千葉裁判官の補足意見、うん、ですね、これ、あの後でご紹介しますけどね、あの女子のその再婚禁止期間に関するね部分意見無効判決のものなんですけど、千葉裁判官が補足意見でこんなこと言ってるんですよ、これが次の段落ですね、でこれちょっと全部読まないで、線引いてあるところちょっと中心にね、ご紹介しますと、まず1行目の途中のとこですけど、まあ、立法目的が政党のものでもね、でまあ、5行ぐらいちょっとしたいって、線引いてあるところですけど、まあ、再婚へのね制約をできる限り少なくするという要請が高まっている事情のもと、まあ、 形式的な意味でのね手段に合理的な関連性さえ肯定できる。できれば足りるとしてよいか問題があるんだってことを言ってますね。えー、まあ、要はあその目的手段審査のところで、まあ言えば以前あのね合理的合理性がどうのこうのっていう表現してるからといって、本当にその丸3の意味なのかどうかって言ったら、丸3の意味っていう風に考えちゃったら、それはちょっと問題があるよ。っていう話をましてますね。 でこのような場合立法目的を達成する手段それ自体が実質的、まあ、これある意味実質的関連性の基準ちょっと意識してるんじゃないかと思うんだけど、まあ、実質的に不相当でないかどうか、まあ、この手段の採用自体がね立法裁量の範囲内と言えるかどうかもうさらに検討する必要があると言えよ、えー、でさっき実質的関連性の基準ってあのちゃんと実効性と相当性を見なさいよという話をね、あのー、してますけど、まあ、そういうことをおそらくちょっとこう念頭にねあの千葉裁判官の補足意見も書かれてる可能性がありますねまあそういう形でね最高裁何でもかんでも合理的関連性の基準っぽいような表現してるんだけど まあそうじゃなくてちゃんとえそのねえ事柄の性質に応じて審査基準審査密度っていうのは本来こう違うんじゃないかそういうことをねちょっとこう指摘してるのが千葉裁判官の補足意見ですね。 でこの後下から4行目で多数意見がというところですけど、まあ、多数意見がね婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定についてはその合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上でね検討することがま必要なんだというふうにしてるのはこういう趣旨もちゃんと含めた設置なんだろうという形で千葉裁判官がねその法廷意見の方を分析してす。 してるんですよね、えー、なんで、まあ、一応最高裁っていうのはあの平等原則違反が問題となる場面での意見審査基準、うん、判断枠組みは、まあ、常にあの合理性の基準でやってるんだけど実際にはその差別の、ね、事柄の性質に着目してまあ,あの厳格度を使い分けてるんじゃないかというような指摘がされてるんですよ。で受験生がね結構この最高裁の基準でだからそのね使い分けをするの。あの 批判の,この表面上の言葉も同じなんだけど当てはめのところの厳密度が間違ってくるわけなんだけどそれで結構やりづらいと思うんですよ。であれば受験生的にはその下この次のページに学説ちょっとご紹介するんですけどこっちはその事柄の性質に応じてまあやっぱりその厳格度が違う3つの基準を用意してね、えー、それでその当てはめをして合憲か違憲かっていう結論を出す考えなんですけどこっちの方が答案では書きやすいと思います。で えー、その次のページでさっきちょっと先にご紹介しちゃいましたけどあの憲法の答案っていうのはね、まあ、判例と学説を知ってることがまあ前提で、まあ、ちゃんとあの変な小数説取っちゃったらちょっともあのまずいかもしれないですけどそうじゃなければねあの学説を取って答案書くっていうのももともと答えとして想定されてるんでそこは心配しないでください。判例じじゃゃゃなななきゃまずいんじゃないかなっていんかうにあの 思う人もしかしているかもしれないですけど、まあ、やっぱり取材の人とか特に採点実感なんかをねあのこう分析していくとね、まあ、別にあの大丈夫なそういう学説をとっても大丈夫だということが書かれてますのでねあとむしろまあ答案書きやすいというところがありますので、まあ、そこのところは心配しないでください。で 57ページのところね、学説で、これはさっきのね、序章のところでやった目的審査の話とかぶってくるんですけども、矢印、学説にはってところですね、合理的な根拠なく不合理な差別と言えるかの判断枠組みについてね、14条1項、まずね、14条1項公団の列挙自由に由来する差別については、民主主義やね個人の尊重から特にまあ差別が禁止されてるんだということで、これに関しては一番厳しいね、厳格審査基準を使ってきますね。それから、公団列挙自由以外の差別についても、やっぱその事柄の性質に着目するんですけど、二重の基準 の考え方に基づきましてね、まあ、二重の基準ね、まあ、表現の自由の規制立法っていうのは経済の自由の規制立法よりも厳しい基準で審査するっていうまあ二重の基準ありますけど。 二重の基準の考え方に基づいて対象となる権利の性質違い考慮して精神的自由に関する平等原則違反が問題となるような立法に関しては厳格審査基準を使うとあとは経済の自由に関してこの下ねちょっとざっくりまとめて言うと消極目的規制の場合であれば真ん中の実績関連性の基準で一番積極目的規制であれば一番緩やかな合理的関連性の基準ねこんな感じで使い分けていく方法もあるってことね。 まあ、おそらく論文試験験ででは受験生はこっちの方が書きやすすいいんんじゃないかと思うんですよね判例みたいにあの合,理的合理性の基準っていう形でやって事柄の性質に応じてねあのその幻覚度をその当てはめのところで差を出すってやると結構あのちょっとこう書きづらいこともあると思うんで、まあ、別に判例で書くとて決めてやるんだったらそれでもいいですけど、まあ、そこのところがちょっとやりづらいなあと特に小学者のうちはね特に難しいと思いますのでまあその学説の方でまずはね押さえていってもらえると当は書きやすいと思ってますね。 まあ実際の答案の書き方なんかはねえ矢島の論文完成講座の方でまあやったりとかあとその他皆さん各自ねまあ論文のえ勉強する機会があると思いますのでそういうところであのやっていってもらえればと思いますね。さて で、今度次ですね、58ページあの、ちょっとね、ご紹介し、先ほど先に見ちゃったところちょっと飛ばしまして、59ページですね、積極的差別解消措置というところです。まあ、例えば、まあ、性別による差別。性別って、あの、14条1項の横断列挙自由なんでね、一番厳しい基準で本来審査しなければいけないはずなんですけど、まあ、性別による差別でも、一般的にね、男性、 よりも社会的地位において差別を受けている女性の雇用促進等の社会政策上の必要性からね女性の採用枠を増やすために採用試験の点数に一定程度上乗せするなどね、えー、男性と比べて女性を優遇するというね、えー、積極的差別解消措置はまあ性別により男性を逆差別するというそういう側面がありますでそこで高段列挙自由だからといって一番厳しい基準で審査してあっさりそのね、えー、法律をまあ違憲にしてしまいますと結局政策目的が達成できないんですよね、えー、ですのでこういうなんかね社会的 に問題となっているそのね差別を解消するための何か立法に関してはちょっとこう審査基準の厳格度を一つ緩和するべきなんじゃないかまあ、そういう考え方がありますねまあ、そういうのをねこの下に書いてありますけどまあアファーマティブアクションとかまあ、ポジティブアクション、うん、ねこういうのを積極的差別解消措置っていうんですけどこういうものの合憲審査に関してはちょっとこう厳格度を一つね下げたものでやっ えやるべきじゃないかっていうね、えー、そういう考え方もありますね。で、これあの論文に使えるあの発想ですのでね、えー、まあこんな感じでちょっと押さえておいてもらえればと思いますね。さて、じゃあここから先は、えー、ちょっと判例をご紹介していきましょう。えー、60ページ以下ね。えー、で、意見判決をちょっと中心にあのご紹介して、ちょっとこの 時間の都合で全部の判例、ちょっとご紹介今日はできないんですけどね、ちょっとこう、意見判決のところちょっと中心に、えー、ご紹介していこうと思ってますね。まず60ページのところなんですけども、えー、かっこ1、ね、存続殺重罰規定の意見判決のところになってきます。で、まあ、矢印のまず一段落目のところですけども、存、え、続、ー、に対する殺人罪のね、法定刑、えー、をあの死刑と無期懲役しかなかったんですよ、旧刑法の200条ね。えー、でこれらに、えー これらの刑のほかにね選択的に有期懲役刑が法定されている普通殺人罪と比べて、まあ、非常にこの刑が重い非常に著しく重いことから、まあ、14条1項のね違反の問題が出てきました。 普通殺人と比べてね存続殺ちょっと不当な差別なんじゃないかって形でねで最高裁はっていうところですけどでこれあのよくまあ担当試験でも、まあ、よくまあ出る可能性ありますのでねポイントを押さえておいてもらえればと思うんですけどまず判断枠組みが一段あの最高裁はっていう段落のところですね、まあ、14条1項は法の法の平等を保障した規定であってこの平等の要請は事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限りね差別的な取り扱いをすることを禁止する趣旨なんだと。 いうことですねなんで、まあ、旧刑法のね200条がこれに違反するかどうかは、えー、差別的取扱いが合理的な根拠に基づくもので、ね、あるかどうかっていうことで判断するって感じでこんなざっくりとした規範なんですよ最高裁ね。えー、でこのあと当てはめでね次の段落でまず立法目的ですね。 えこれは尊族を非族またはその配偶者が殺害することをもってね一般にえ高度の社会的道義的非難に値するものとしまあこれを通常の殺人罪の場合よりね厳重に処罰しもっと強くねえこれを禁圧しようとするところにあるんだと。でこの次の行のとこですけど「尊族の殺害通常の殺人」 意思で一般に高度の社会的道義的非難を受けて叱るべきであるとし、その刑を過重すること自体は直ちに違憲であるとは言えないっていうことで目的の正当性は肯定してます。これ担当試験でね引っかからないようにね、えー、まあ最終的に違憲判決なんですけど、目的自体あの目的審査自体はね通してるんですよ。パスなんです。パスしてるんですよね。えー、目的自体はまあ合憲。ただ手段がちょっと重すぎてねそれで違憲になっちゃいますね。この後しかし、まあいかにねさえ酌、えー、量すべき情状があろうとも法律上刑の執行を猶予することができない。まあ刑法のね規定上、まあいくら法、えー、その法律上の原刑をしても もう絶対に執行猶予をつけることができないそれぐらい重い法定刑なんだと ということで、えー、その法定刑を死刑または無期懲役刑にのみ限っている点においてね、えー、要は手段のところですね、えー、そういう具体的な手段の点において、えー、立法目的達成のために必要な限度をはるかに超えね、えー、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比して著しく不合理な差別的取り扱いということで、えー、それでこの刑法200条ね、まあ、今もう意見無効でこれの判決きっかけになくなっちゃいましたけど、まあ、憲法14条1項に違反してまあ無効なんだということですね、まあ、実際これで意見無効判決出てあの実際法律がなくなったのずいぶん後にはなってるんですけどね、まあ 実際でもその法律の適用がまああの停止されてえ長くねえそういう状態が続いて最終的にはこの今のね皆さんの六法には九あのこの刑法に約定はなくなってますけどねまあそんなようなあーえーことで違憲判決が出ておりますねでこの下のところですけどねあの最後のこれこれはまあ担当対策のまあまとめってことでねまあ立法目的自体はあのこれ別に違憲にはなってませんまあ正当だってことねただ手段がちょっと重すぎてねそれで違憲になっちゃってるっていうところをちょっと抑えていてもらえればと思いますね。 さてで今度次61ページー国籍法の違憲判決のとこですけど1個目のブロックのとこですね外国人の母から生まれた子でね日本国民である父から認知された純正子でこれは純正子というのはちょっと角か張っ,かった格好の中に書いておきましたけどあの非着手子であったんですけどただね父母の婚姻によって着手子の身分を取得した子のことを言いますねもともと非着手子だったんだけどまあ父母がねえ婚姻することによってまあ着手子の身分を取得したものねこれ家族法民法の家族法の方でねまああの純正っていうのは勉強することなんですけど けどね、えー というわけでで外国人の母から生まれた子で日本国民である父から認知された純正子ですね。まあ被着,着手だったんだけど父母の婚姻により着手の身分を取得した子に、まあ、日本国籍を認める一方で同じくね日本国民である父から認知されたのに父母が婚姻していないため非着手子が日本国籍を取得することができないという点で差別があの日本のね国籍の取得に関して着手師と非着手との間で差別があったんですよ。でえー、そういうい差別を 生じさせている国籍法3条1項ねこれが憲法14条1項に反して意見無効なんじゃないかっていうのが表されたのが本件になりますねでこの2個目のブロック事案の概要はだいたい今のねお話がポイントになりますので3つ目のブロック最後のブロック見てください61ページねここはの判断枠組みですね意見審査基準 のとこなんですけど、まあ、憲法14条1項は法の下の平等を定めておりね、まあ、この規定は事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り法的な差別的という扱いを禁止する趣旨なんだっていうことね。で国籍の取得ってあのこの3行目にあるとおり憲法10条にもあるんですけど、えー、憲法10条はね日本国民にとある要件は法律でこれを定めると,と規定しでこれを受けて、ねえー、国籍法は日本国籍の特捜に関する要件をまあ規定してます。でえー、国籍のの特にに関するる要件を定めるにあたっっては、まあ、それぞれぞ、ね、やっぱ いいいいろんななな事情を見てかないといけない、えー、その国の、ね、歴史的事情伝統政治的社会的経済的環境など、まあ、いろんな、ね、趣旨の要因を考慮する必要があることから結局あの憲法10条に従って具体的にじゃあ法律で国籍の取得要件どう定めるかは結局あの立法裁量に委ねられちゃう、ね、立法の判断裁量的判断に委ねられるそういう趣旨なんだと。 で、えー、この下から3行目ですけどこうして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が結局ね立法裁量を考慮しても、えー、結局ね立法目的に合理的な根拠が認められない場合あるいはねまたはその具体的な区別と上記立法目的で今度次のページいきますけど、えー、目的との間に合理的関連性が認められない場合は、まあ、結局あの14条1項に違反する、まあ、法のもとの平等に違反するんだと、まあ、そんな感じの判断枠組みなんですよね。 で一応あの事柄の性質に着目してとていうところにおそらく、ねあのえー、近いことを言っているのがこの2行目の途中のところですけどその判断の際はというところですね、まあ。父母の婚姻により、えー、着手したる身分を取得するか否かということは子にとって自らねら意思や努力によっては変えることができない父母の身分行為にかかる事柄であることからこのような事柄を持って、ね、日本国籍取得の要件に関して区別をじさすることに合理的な理由があるか否かについては、まあ、慎重に検討を要するんだと必要なんだとそんなことを言っています、ね。まあ なんだけど言葉の性質に着目して当てはめのところでちょっと厳格度の、ね、差を出すっていうね、まあ、そういうやり方をやってるんですよねでさっき言った通り論文試験で受験生がやる,やるんだと最初から基準のところでもうこれ例えばあの着出死なのか非着出なのかっていうとやっぱその社会的身分に関する、ねえー、差別社会的身分に着目した差別だってことで。 14条1項講談の列挙順にあるから、まあ、非常に一番厳格な基準でやるとかね、まあ、ある意味あの答案の方ではそういうふうにやった方が書きやすいかもしれませんけど、まあ、最高裁はね、まあ、とりあえず何でもかんでも合理的関連の基準でただ事柄の性質に応じてね当てはめのところでまあ差を出すんだ厳格度の差を出すんだっていうねそういう発想でやってますね。ここの後次の次ところですけども えー、ちょっとちっちゃい字のところねここが当てはめのところですね最高裁の判断枠組みに即した具体的検討とて見出しをつけておきましたでまず立法目的に関するその、ね、判事のところが一段落目のところなんですけど立法目的に関してあの合理的な根拠があるというふうにやってますね担当試験であの引っかかんないようにねこれ最終的にあの意見判決なんですけど立法目的は OK だったんですよ立法目的の審査はあの、えー、通ってるんですね、まあ、ちょっと見ていきますと線引いてあるとこを中心に見ていきましょうか、えー、一段落目のじゃあ2行目ぐらいのところね、えー、線引いておいたところですね えー、日本国民を血統上の親として出生した子であってもね日本国籍を将来的に将、えー、来的にまあ取得しなかった場合にはその後、えー、の生活を通じて国籍国である外国との密接な結びつきをね生じさせる可能性があるっていうことで、えー、国籍法三条1項がね、えー、その基本的な原則である血統主義を基調としつつね日本国民と法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結びつきの主張となる一定の要件を設け、えー、これを満たす場合に限り出生後におけるね日本国籍の取得を認める 世にしたんだとということ、ね、で、えー、そのような目的を達成するためにね、えー、その純正その他の要件が設けられ、えー、それで今回みたいな区別が、まあ、できちゃったということで、えー、その目的自体は合理的な根拠があるってことね、まあ、結局ポイントはの血統主義結局国籍法っていうのはね、えー、その基本的な原則その法,法律の基本的な原則である血統主義をまあ基調と、えー、しているうところなんですけれども、まあ、その血統主義自体はね、まあ、別に合理的な根拠があるんだということを、ねえー、言ってると部分ですね。 で今度手段のところなんですけれどもここはねその立法事実の変化に着目して最終的に違憲にしちゃってますね。次にっていう段落の 4行目ぐらいかな線引いてあるところですけど、まあ、当時の、ね、諸外国における前期のような国籍法制定の傾向に鑑みても同行の規定が臨時に加え純正を日本国籍取得の要件としたことは立法目的との間に一定の合理的関連性があった。いわゆるだから立法当初は、まあそのね、手段もその目的との関係で合理的関連性があったんですがその後立法事実が変化しているところを着目してるんですけど、えー、その立法をね支える社会的な事実ねさっきあの立法事実と司法事実が違うんですよって話しましたけど立法を支えるね、えーまあ 社会的な事実ね日本の必要性させる社会的事実その後変化してるんだと、えー、それがその後っていうところねちょっと太字にして線引いてあるところですね。 まあその後、えー、我が国における社会的経済的環境の変化に伴ってね先たいうところだけ見ていきましょうか、まあ、今日では、まあ、出生数出生数に占めるね、えー、非着手の割合が増加するなど、まあ、家族生活や親子の関係の実態も変化多様化で我が国を取り巻くね国内的、えー、国際的な社会環境の変化に照らしてみるとね純正を出生後における届けによる日本国籍取得の要件としておくことについてその立法目的とないで合理的完成を見出すことは、まあ、もはやね、えー、難しくなってるんだっていうことね。えー、というわけで まあ社会的なまあその,ねえ他の国の状況とかあとやっぱりこの非着地が日本の中でもだいぶ増えてるとまあそういう立法事実の変化にまあ着目してねえちょっとこの目的達成手段との関係で合理的可能性もはやね見出しがたいんだということを言ってますね。 でえー、そして国籍法が同じく、ねえー、日本国民との間に法律上の親子関係を生じたここであるにもかかわらず、ねえー、上記のような、まあ、非嫡出死についてのみ、ねえー、父母の婚姻という子にはどうすることもできない父母の身分行為が行われない限りりこの辺のところは事柄の性質に着目しているんでしょうね、子どもの努力、被嫡出の本人の努力にあったらどうにもならないようなそういう類の差別なんだというところを多分着目していると思うんですけど子にはどうすることもできない子どもにはどうすることもできない父母の身分行為 行われない限りね、まあ、将来的に生来的にね、えー、届けによっても日本国籍の取得を認めないとしている点は今日においてはね立法府に与えたらと裁量権を考慮しても我が国との密接に結び付きを有する限りね、えー、日本国籍を付与するという立法目的の間の合理的関連性が認められる範囲を著しくまあ超える手段を採用しちゃってますよって話ね。まあ、非常に過剰な手段を採用しちゃってるんだっていう話ね。合理的な 合理的関連性の基準を使いつつも、結構厳格に審査してるんですよ。自主的関連性の基準ぐらいな感じに、えー、結構ね。厳格にまあ審査、えー、かなりね。厳密な審査を増してるような感じがしますね。で、そんな感じでね。まあ、下から2行目でまあ不合理な差別が生じちゃってるよということの指摘がされてますね、えー、というわけで、その。 62ページの一番下の段落のところですが同妻・交、ま、際、あ、以上のことからね、まあ、まとめに入りますが本件区別についてはねこれを生じさせた立法目的に合理的な根拠が認められるものの担当試験で引っかかんないようにしてくださいね最終的に意見判決なんだけど立法目的自体は合理的根拠があるんだというところねまあ決闘主義っていうところを着目してね合理的根拠があると。 いうものの、まあ、立法目的との間における合理的関連性、ねえー、は、えー、我が国の内外における社会的環境の変化などによって失われておりここののところはあの立法事実の、ね、変化に着目してますね、まあ、今日において、えー、国,籍国籍法3条1項の規定は、ね、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課すんだということで、えー、本件区別はね遅くとも上国人らが法務大臣に充てた,、えーてりてたね、国籍取得届を提出した当時には、まあ、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間に合理的性関連性を 書くんだいうことでそれで最終的にこの次の行のとこですが、まあ、国,籍国籍法3条1項の規定がね本件区別を生じさせていることは、まあ、憲法14条1項に違反するんだという形でこれで違憲判決ねでその後まあ国籍法改正されてね、えーまあ、最終的には別にあの非着実子であってもね、まあ、日本国,国民であるお父さんから認知さえ受ければねあのちゃんと日本国籍が取得できるようになってたんですけどもね、まあ、そんな感じのまあ判例でしたね。 あとこの下のとここのの下ろですね、まあ、担当試験でこう、ねえー、出るところでありますけど、えー、次のところね、最高裁の,、ね、その国籍法3条を合理的な解釈をした部分があるんですけど、えー、同最高裁は本件区別による違憲状態を解消するためには、ねえー、国籍法3条1項の規定を、まあ、全部無効とするんじゃなくてちなみに全部無効にしちゃうとね、そもそもあのそういうあの外国人が、ねあのまあ、非着手が認知受けて。えー それで、えー、国籍を取得するということが一切できなくなっちゃいますのでこの国籍法の規定自体全部無効にしちゃうとね31個全部無効にしちゃうとそもそもね、えー、そのお父さんから日本人のお父さんから認知されても国籍自体取得できなくなっちゃうからそういうわけにいかないんですよね。というわけで、まあ、全部無効にするんじゃなくてちょっと部分無効にしようと。でそれが2行目のとこですけど 父母の婚姻による着手たる身分を取得したという部分を除いたね同行所定の国籍取得の要件が満たされる場合に届けによる,によるね国籍取得を認めることが国籍法の合憲的で合理的な解釈なんだということですね。でその後と2行ぐらい下で線引いてあるところですけどもまあ父母のね婚姻により着手たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされる時はねえその同行に基づいて日本国籍取得できる取得することが認められるんだという形でねえそこのところで こまで判事してるということになってきますね。 まあ今日はあのちょっとねサンプル講義ということで法の下の平等のところの一部をねえ取り上げてまあご説明してえーえーありますけどもご説明いたしましたけどもまああもしねこの講座をまあ利用してまあなんか試験に重要な知識をねまあ効率よく短時間でえ身につけて実際この憲法はあの3時間の講義を5コマあるのでえ15コマですね15コマで約300ページ,ページのテキストをやってきますけどまあこんな感じでちょっと要領よ,よくねまあポイントになるところを短時間でこう学習してでその後こうね 論文の勉強に時間を取りたいというような方にはぜひともねお勧すすめの講座になってますのでまあ、あの何かね私と一緒にまあ勉強したいと思ったらですねちょっと受講の方を考えてもらえればと思いますねあとはまあその他あの私の方結構無料公開講座いろいろ司法試験とか予備試験のパンフレット え6月5月6月以降に、ねまあ、出る新しいパンフレットにまあいろんなイベントあとレックのホームページにです、ね、あの私がやる無料公開講座といろんなイベントをあのまあ載せてありますので、まあ、あのまあ現場でえライブで来てもらってもいいしあとインターネットに、ね、あの後日あのそれはウェブアップいたしますので、まあ、そういうところでまあ見てもらってもまあいいですけど何かこうね、えー、こう刺激を受けながらなんとかこのまあ こう辛いね、受験生活を乗り切っていきたいというね、えー、方がいましたら、ぜひね、えーまあ、私の顔なんかを見に、えー、ウェブでも、まあ、あと、まあ、生でね、現場で見に来てもらっても構いませんけれども、まあ、ぜひね、えー、ちょっとこう刺激を受けてもらえればと思いますね。じゃあ、あの今後のね、まあ、この後、えー、皆さんいろいろ勉強大変だと思いますけれどもね、えーまあ、私の方もできる限りのまあ応援をしていきたいと思ってますので、まあ、機会がありましたらまあ一緒に勉強していきましょう。じゃ今日の講義はねこの、この辺りで終わりにいたします。じゃ皆さんのね、えー、頑張りを記念いたしまして、えー、今日はここで、えー、終わりにいたします。ど お疲れ様でした。